なんでね、なんで、なんでのなんで、フェームトークンのアンバサダーを僕じゃないんだよってちょっと思ったんですよ。僕に話来ないのかなって思ったんですよね。まあ、やっぱまあでも格闘技といえば朝倉未来さんだから、ちょっとね、悔しいような寂しいようなっていう気持ちでいたらですね、今日皆さん見ました？なんと、僕の方にも話が来まして、じゃじゃん！青白王子、フェイム MMA のアンバサダーに就任いたしました。